さあ、チャンピオンシップいきましょう。スーパー GT シリーズ GTF クラスチームクリウィス、高橋クリウィス監督。初参戦にもかかわらず見事期待に応えチャンピオン獲得、スーパー GT シリーズ GT500 クラスチームクリウィス、ジェンソン・バーチャン選手。さあ、そして開幕からの登場を最後まで見せてくれました、スーパーフォーミュラスーパー GT の2冠に輝いたチャンピオン、スーパー GT シリーズ GT500 クラスチームクリウィス、スーパーフォーミュラチーム無限、山本直選手。そしてインディカーシリーズ A ホールターマンラニオンレーシング佐藤貴乃選手。皆さんこんにちは。ホンダの四輪ドライバーを代表して、皆さんに今年1年間応援していただいた、感謝を申し上げたいと思います。本当に1年間応援ありがとうございました。1号社長の方からもありましたけども、僕たち、四輪は少し苦しい時期を、送ってきました。ただその中でも開発陣の皆さんの頑張り、そしてチームの皆さんの頑張り、正直レースをやってると苦しい時期の方が多いんですけども、それでもドライバーが頑張り続けることができたのはこうしてたくさんの方に応援していただいたおかげだと思っています。本当にそんな皆さんに感謝しています。本当にありがとうございました。今年はホンダの年にできたなと思っています。来年も今年以上の成績を収められるようにホンダのドライバー全力を尽くしてまた頑張りたいと思いますので、また引き続き応援をよろしくお願いします。今日は一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。山本直樹選手ありがとうございました。では最後にその山本選手と共に戦いチャンピオンを獲得したジェンソン・バトン選手からご挨拶をお願いいたします。It's well, many years I've been coming to the Honda Thanks Day, and to celebrate the achievements of Honda and the achievements of all the people who stood here. And for us this year in Super GT to win the championship really is a special victory. Many years I've been here with Formula One, but to be here as a champion of Super GT really means a lot. Congratulations to Kuni-san to my left and Naoki-san to my right for such a fantastic season. Lastly, I want to thank everyone here for your support. You know, without you guys, we don't go racing, so it really does mean a lot that you're here to support us. So, arigatou gozaimashita. 1年間の成果を皆さんと共にシェアするこのホンダレーシングサンクスで何度目の来場となるでしょうか。でも今年はひときわ嬉しい年になっています。大切なクニさん、そして直樹さんという素晴らしいチームのメンバーとともにスーパー GT というこれまた最高峰のレースでチャンピオンを取ることができました。このお祝いを皆さんとともにできること本当に嬉しく思っております。そして最後に何よりも私たちをいつもサポートしてくださっているファンの皆さんの方に心からの感謝を申し上げたいと思います。今年1年間本当にありがとうございました。ジェンソン・バトン選手ありがとうございました。今一度大きな拍手をライダー、ドライバー、そして監督の皆さんにお送りください。グランドスタンド満員ありがとうございます。